がとうございます。ステージを用意していただいて。プロデューサーさん、私たちのこと見ていてください。あやちゃん、準備はいい？いつでも構わないわ。プロデューサーの判断は正しい。さっきのステージはそれくらい実力が伯仲していた。うん、あやちゃんもコハクちゃんもとっても素敵なステージだったよ。レオンさん、シーカさんまで。なら仕方ないわね。引き分けってことにしてあげるわ。でも引き分けか。私、
あやちゃんに勝ちたかったな。私もよ。琥珀には絶対勝ちたかったわ。おかしい。引き分けなのになんだかすっきりしてる。あやちゃん、やっと笑ってくれた。よかったよ。ちょっとなんで急に泣くわけ？だって嬉しかったから。あなた知らなかったの？はあ、まあいいわ、教えてあげる。琥珀と私、一緒にアイドル活動をするようになってしばらく経った頃、ライブ中に私が大きなミスをしてしまったの。ステージで倒れたの。まあ自己管理不足よ。で、琥珀のお母さん真由美さんとうちの社長が話をした結果、解散となったのよ。私も直接聞いたわけじゃなくて、二人が話しているのを偶然聞いただけなんだけど、真由美さんが、アヤが潰れてしまうから琥珀を辞めさせるって。アヤちゃん、今更かもしれないけど、聞いてほしいの。私、あやちゃんとユニットを組んでいた頃、自分を表現することが苦手でできなかったの。だからいつも他の人の真似をして、自分らしさなんてわからなかった。あやちゃんと一緒で楽しかったはずなのに、その気持ちすらわからなくて言えなかった。お母さんから急にユニットをやめるように言われて、きちんと説明もできず、いきなりいなくなって、あやちゃんにもいっぱい迷惑かけちゃった。あやちゃん、本当にごめんなさい。それと、ありがとう。アイドルが楽しいって気持ちを最初に私に教えてくれて。琥珀。私こそ勝手に勘違いしてあなたを目の敵にしていたのかも。そっか、琥珀を目標にしちゃダメだと真由美さんは思っていたのね。誰よりもすごいアイドルになりたかった私にとって、琥珀は私の理想だった。歌も踊りも完璧にこなせる天才少女だから、あなたに追いつくため私は毎日必死になって練習を続けたわ。ユニットが解散して黒いプロで下積みをしている時も同じ。けどいつの間にかあの時辞めた琥珀には負けたくない、勝ちたいって気持ちが強くなって、琥珀に認められたかったってだけだったんだと思う。本当は一人で頑張りすぎて疲れちゃってたのかな。あやちゃん、でももう大丈夫。今の私にはレオンさんやシーカさんがいるから。そうだね、もっと私たちを頼ってくれていいんだよ。ええ、これからは何でも相談してね。それは琥珀がルミナスで楽しそうにしているから。夏を過ぎたくらいから琥珀の動きがどんどん良くなって、前以上に輝いて見えたの。私とユニットを組んでいた頃はあんな笑顔を見せたことなかったのに、悔しくて悲しくて。それで気がついたら何のために頑張っているのかわからなくて。って、なんでこんなことあなたに言わなきゃいけないわけ？う
答えてあげたんでしょうが。どうやらいつもの調子が戻ってきたみたいだね。やっぱり元気なあやちゃんが一番ですね。はい、いつもの可愛いあやちゃんです。ちょっと、もう、とにかくこれで私と琥珀のゴタゴタは終わり。改めて今度こそ絶対に勝ってみせるわ。私の凄さ思い知らせてあげるんだから。うん、私も負けない。私たちこれからはライバルだね。ライバル望むところよ。けど最後に勝つのは私だから、この決着はスターリッドシーズンでつけるわよ。うん、スターリッドドームで待ってる。そこのプロデューサー、ルミナスが大会の途中で落選するなんて許さないんだからね。まずは社長に報告とお願いを済ませないとね。レオンさん、すみません。謝る必要はない。アヤは強くなった。それはディアマントの強さだ。そうだよ、だってアヤちゃんは仲間なんだから。シーカさん、さあ帰ろう。はい、皆さんありがとうございました。それではお先に失礼します。アヤちゃん、よかった。レオンさん、シーカさん、改めて本当にごめんなさい。私の勝手に巻き込んでお二人には迷惑をかけてしまいました。気にしないで、アヤが元気になってくれてよかったよ。アヤちゃん、私たちは仲間なんだから、もう遠慮するのはダメだからね。はい、ありがとうございます。さて、残りは社長をどう説得するかだね。大丈夫です、ちゃんと話せば分かってくれると思います。私社長に謝ってきます。それに今の気持ちをちゃんと伝えたいんです。レオンさん、シーカさん、ありがとうございます。やれるだけのこと。あや、何の用だ？私は忙しいんだ。社長、今日は申し訳ありませんでした。ここ最近の私の不調は全て自分の心の弱さが原因です。そのことを誰にも話さず抱えたままにして、結果黒いプロに多大な迷惑をかけてしまいました。簡単に許されるとは思っていません。ですが私はアイドルを続けたいんです。社長、お願いします。私にもう一度チャンスをください。あや、私は結果を出せと言ったはずだ。だが現実はどうだ？ライブ直前で参加辞退など言語道断だ。アイドルの世界にもう一度なんて甘い話はない。諦めたまえ。あや、君は心のどこかで甘えていたのではないかね。失敗しても次があると。ディアマントは、いや黒いプロは、そんな甘い考えのアイドルなど必要ない。社長のおっしゃる通りです。私は周りのことすべてに甘えていました。
ディアマンタを結成することになって、最初はレオンさんやシーカさんに迷惑をかけないようにただ二人についていければいい、そう思っていました。でもそれは間違いだったって今は思います。私もディアマントのメンバーだったら中途半端なことはできない。レオンさん、シーカさんの背中を追いかけるだけじゃダメ、並んで対等な立場でパフォーマンス。違う、私は二人よりもすごいアイドルの頂点になってみせます。アイドルをディアマントを続けさせてください。いいね、アヤ、ずいぶん大きなことを言うじゃないか。アイドルの頂点、素敵だと思うよ。私もアヤちゃんに負けてられないな。私すごいこと言っちゃった。社長、どうだろう、私とシーカ、それにアヤ、私たちならアイドルの頂点、その先だって目指せる。社長、お願いします。3人でディアマントを続けたいんです。社長、お願いします。どうやら口先だけの覚悟ではないようだな。今回のみ、アヤの不始末を不問にするとしよう。ディアマントは存続だ。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。次はない。肝に銘じておくといい。私は今日の事後処理が残っている。用事は終わったはずだ。もう戻ってくれたまえ。社長、本当にありがとうございます。今回の件、少なからず被害は受けたが、結果的にディアマントの意思は統一されたか。まあいい、今回は未来への投資と割り切ろうではないか。